ドイツの国章は金色のフィールドに黒い和紙をモチーフにしている。現在のドイツ連邦共和国の国章が定められたのは1950年である。和紙は大型の鳥類として食物連鎖の頂点に立っていることからヨーロッパでは古来より勇猛果敢さと力、無敵の象徴とされ多くの権力者に好まれてきた。その衣装は すでに8世紀半ばのカール大帝の頃から用いられ、13世紀初頭には、近似にクロワシの紋章が神聖ローマ帝国皇帝の紋章とされるようになった。1433年、相当のワシの紋章が神聖ローマ帝国の紋章と定められた。15世紀半ばには、歴代皇帝の紋章に、ワシが用いられるようになった。その後、相当のワシの紋章は、 オーストリアの王家であるハプスブルク家の紋章に引き継がれた。1848年、フランクフルト国民議会は皇帝のシンボルを除いた相当の和紙を引き続き新しい国章として用いることを決議した。1867年、プロイセン王国の下に北ドイツ連邦が成立した際には新しい紋章が採用されたが、そこにも和紙が用いられている。そして、 1871年にドイツ統一がなってドイツ国となった際にはプロイセン王国の紋章が国章とされた。プロイセン王国の国旗の中央には国章である4つの皇帝のシンボルをつけた和紙が描かれている。和紙のモチーフはこの後1918年にバイマル共和制となった際にもまた1933年に ナチスドイツとなった際にも国章に維持された。ワイマール共和国の国章は、4つの皇帝のシンボルを外した和紙である。また、1935年に、ワイマール和紙に代わって採用された国章は、ナチスのシンボルである針十字の上に和紙をあしらったものである。1950年、ドイツ連邦共和国の成立にあたり、ワイマール和紙をモデルとしつつもデザインを、 簡略化した新しい国章を定め、この時から連邦和紙と呼ばれるようになった。他方、同年に成立したドイツ民主共和国でも新しい国章を定めたが、和紙は用いられず、当初は労働者を象徴するハンマーをモチーフにした簡素な国章とした。あとの1953年になって知識人を意味するディバイダを加えた上で農民を、 象徴する麦で囲むという他の社会主義国の釜と土に近いモチーフが使われるようになり、さらに1955年にはジロー赤に変えて、ソビエト連邦の国章に似たデザインとなった。1990年、ドイツ祭統一によってその役割を終えた。ありがとうございます。